描いてゆく未来のストーリー、キャンバスの上筆を走らせ。動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたほです。今日は前回に引き続き、バンダイ仮面ライダーガイムデラックスロックシード仮面ライダー対戦セットのロックシードのレビューをします。それでは早速、後ろにあるデラックス戦国ドライバーを使ってサウンドギミックのレビューをします。この戦国ドライバーとの連動ギミックは変身ナノリオンと、それから必殺技の音があります。まずはこの平成ロックシードではガイムの音、昭和のロックシードでは1号を例にしてレビューします。ロックシードの断面はこのようになっています。ここには15個のそれぞれのカラフルなオレンジのような果物の切り口と、下はガイムの頭部の角のデザインのようなモチーフの絵が描いてありますね。次は必殺技です。次は昭和15ライダーロックシードのレビューです。すごい、まあ、見ました、ここ。1号の変身ベルトみたいな風車が回るような感じでしたね。あとはこれですね。おなじみのこのマーク。かっこいい。これすごい気に入った。次は必殺技です。ここまでがデラックス戦国ドライバーとの連動遊びの基本ギミックです。まあ、連動ギミックの基本的にはまず、ロックシードをセットした時に、この剣で切った後、変身ナノリオンと、あとは必殺技サウンドです。必殺技サウンドに関しては、スカッシュ、オーレ、スパーキング。この3つの必殺技の前に、このライダーたちの名前が呼ばれるというのが基本ですね。これが全部で30個あるというわけです。さあ、ここからが問題ですよね。残り28個のライダーの音すべて。やりたいんですけどね、動画がすごく長くなると思うんですよ。どうしようかなと今考えているんですけども。昭和と平成、それぞれの、ライダーの中から、僕個人的に好きなライダー、3人の、レビューをします。ごめんなさい、なしー。じゃあまずは昭和からいきます。さあ、僕の好きな仮面ライダーはどれでしょうかね。ちょっとやってみます。オタファが好きな昭和仮面ライダーベスト3、第3位はこれ。第2位。
そしてオタファが最も好きな昭和仮面ライダーはこれです。ないですね。僕ライダーマン大好きなんです。さあ続いて僕が好きな平成ライダーのベスト3をやってみます。まずは第3位、戦わなければ生き残れない。まさに。第2位、そして第1位はこの仮面ライダーです。僕は平成で一番好きなのは仮面ライダー電王ですね。思えば、なんか電王を見てからまた仮面ライダーにハマり始めたんですよね。すごく自分にとってもメモリアルな仮面ライダーです。というわけで、2回にわたりレビューしてきたデラックスロックシード仮面ライダー対戦セットのレビュー、いかがだったでしょうか。まずお詫びしないといけないのが、本来であれば、15個で30個ですよね。30個の音声全部、レビューできればしたかったんですけども、ちょっと時間の都合でできませんでした。ごめんなさい。今回のロックシードは、サウンドギミックがかなりあります。なので、プレイバリューもすごく多いですし、仮面ライダーを愛するファンならぜひおすすめの一品ですね。絶対買って損はないと思います。あとは劇場に足を運んだ方にも強くおすすめします。まあ、さっきのランキングはあくまで僕個人が好きなライダーベスト3っていうわけであって、もちろん全部の仮面ライダーそれぞれに思い入れありますし、みんな好きですよ。まあ、本当に仮面ライダーを愛するすべてのファンの方にこのロックシードおすすめします。いつも動画へのコメントや高評価など本当にどうもありがとうございます。すごく励みになります。これからも仮面ライダーガイムや列車戦隊特急ジャなどの最新おもちゃをレビューしていきますので、どうぞよろしくお願いします。チャンネル登録がまだの方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。オタファでした。描いていく未来のストーリー。